はい、お疲れ様でございます。スーパービートクラブでございます。雑談をお届けしてみたいと思うんですが、まあ今回ね、お話しするのは、まあ、完全なね雑談なんですけど、今ねこのラジオ収録してますのが、今日がね2024年の10月11日でございます。今日ねお話ししてみたい内容、まああんまりねちょっと そんなにね深くはね、話したい内容を考えてるわけじゃないんですけど、バイクっていいなっていうねお話をしてみたいなと思います。今ねこのちょうど今ねラジオね収録してるタイミングなんですが、今ね会社に、向かっております。朝のね今ね8時なんですけど、まあちょうど今ね会社にね出勤してるところでして、今ねマイカーでね出勤してる中でね、まあこの今ラジオをね収録してるんですが、ここ最近ねちょっとね仕事関係非常にね打ち合わせ、まあ対面でのね打ち合わせが非常にね多いということがあってですね、まあ先月ぐらいからですね、非常にね会社に行くこと、まあ会社に出勤することがね非常に増えてきました。まあまあそれまではねまあテレワークなんかもね、だいぶね活用して、たんですけど、なんかね最近すごくね対面でのね打ち合わせが非常に多くてですね、以前であればねまあ結構ズームであったりとか、あとまあチームスとかでねまあ打ち合わせすることが多かったんですけど、最近やたらまあ対面が多いなと。まあ個人的にはね、別にまあ対面じゃなくて、オンラインでいいんだけどと、ウェブでいいんだけどっていうふうに思うんですけど、なんかね、まあ対面でのね、打ち合わせが多くて、まあちょっとこちらもね、あんまりね、断るわけもいかないんで、まあしゃあないなっていうような感じでね、まあ今日もですね、今日も打ち合わせが、3件ぐらいあるんですけど、うち2件がね、まあ対面で、まあ打ち合わせするというところで、まあ面倒だなというふうにね、思っている中で、まあ、しぶしぶ今日もね、まあ会社にね、出勤しているところなんですが、そんなね、最近ね、出勤している中で、まあ私ね、だいたい会社から、ね、20キロぐらい離れた場所にね、住んでまして、普段マイカーでね、通勤してるんですが、最近やたらとね、道が混んでるんですよね。このね道が混んでるのが、まあ朝ね出勤時もそうなんですけど、まあ帰りもねめちゃめちゃ混んでるんですよね。でちなみにまあね長い時だと、朝通勤時間1時間半ぐらいかかる。そしてね、まあ短くてもね1時間ぐらいなんですよね。なのでね大体ねもう通勤時間1時間、ひたしたら1時間半ぐらいになるっていう感じで、まあ今このラジオね収録してるタイミングもすっごい大渋滞してるんですよね。でね、うわなんかもうやだなーっていうふうに思いながら、いるんですけど、そんな中ね、まあこの大渋滞ハマってる中でもですね、スーッとこうね、この渋滞の間をね、すり抜けていくのがあるんですよね。まあそれは何かというとバイクなんですよね。バイクってやっぱりいいですよね。まあ渋滞しててもですね、スルスルスルーとね渋滞の間をね、合間を、縫って進んでいけるというところでは、まあ意外とね、いいのかなというふうにね思っております。あとなんかちょうど今ね、季節的にね気持ちいいっていうところもあるんでしょうね。だからなんかバイクの方は非常に多いなというような感じもね見受けられますし、まあ見ててねやっぱりね。心地よいね、まあ、秋風を受けながらね、まあ、なんていうんですか、車でね、バイクで、まあ、進んでいく、っていうのはね、気持ちいいんだろうな、なんてことをね、思ってると、いや、なんか自分もね、バイク欲しいな、っていうふうにね、思ってくるようになってきました。まあ、とは言いながら、私ね、バイクの免許をね、持ってるわけではないんで、まあ、なので、ね、まあ、普通自動車の免許しか持ってないんで、まあ、乗れるとしたら、まあ、原動機付き自転車ですか、まあ、いわゆる、通称、原チャリですよね。原チャリぐらいしかね、乗れないんですけど、なんか最近いろいろとニュースなんかを見るところによると、原チャリもね、まあ、今後、なんか、市場から、まあ、どんどん減っていくみたいなことをね、なんか言われているみたいですね。なんか、原チャリっていうのは日本の、なんか、特有の企画みたいで、日本であんまり売れなくなってくると、まあ、ね、やっぱり世界のマーケットであんまりね、通用しないっていうのがあるみたいで、どんどん減っていくみたいなことはね、ちょっとニュースで見たことあるんですけど、まあ、どうなるのかなっていうところですよね。まあ、それ以外にはね、例えば電動キックボードとかね、あったりしますけど、なんかあれはね、やっぱりタイヤがね、まあ、車輪が非常に小さいんで、まあ、危険かなと思いますし、あとはなんか、自転車にバッテリーがついたようなやつですか？何だったかな？なんか、名前忘れましたけど、あれなんかもね、面白いなと思うんですけど、まあ、とは言いながらね、やっぱりこう、片道20キロっていう距離を考えると、まあ、
なんか、電動系のやつはね、ちょっと厳しいかなと、っていうふうに思うんですよね。なので、いやー、なんか、もうちょっと近かったら、まあ自宅はね、なんか会社までね、10キロぐらいであればね、そういったね、電動系の乗り物なんかもね、面白いかなと思ったんですけど、まあ遠いんでね、ちょっとどうかなと、っていうね、ところでね、すごくね、なんか、こう渋滞にはまってるとですね、そういうね、ことをね、まあ、思ってしまうなというところでございます。まあなんか、もうちょっとね、車の中はね、快適であればね、多少渋滞しててもですね、まあ、行き帰りの、まあ会社のね、通勤のね、まあ渋滞の中でも、車の中でね、楽しめるのかもしれないんですけど、いかんせん私のね、車、もうね、購入してもう16年、17年経ちますよというところで、カーナビとかはね、全くなんかついてないんでね、なんか何を見るものがないというところで、まあ逆を言うとね、車ね、運転ね、集中できるというところはあるんですけど、まあとは言いながらね、ほんとね、通勤中はね、暇だなーというような感じでございます。はい、ということでね、まあ今日はそんなこんなで、まあ今もそうなんですけどね、ちょうどね、ゲンチャリがね、スルスルスルーとこう通り抜けていったんですけど、いや、ゲンチャリいいなーっていうふうにね、まあゲンチャリ、バイクいいなーっていうふうにね、ちょっと思ったんでね、今日はお話しさせていただきました。はい、ということで、なんかね、もう、今週ね、ずっとね、会社にね、出勤してるんですけど、朝めちゃくちゃね、もう渋滞してるんですよね。なんか朝早くね、もう今日もね、自宅を出たんですけど、まあね、会社に到着するのは、まあ、いつもと同じぐらいの時間帯に到着するというふうに考えると、いやー、なんかね、こう、通勤っていうすごいね、不毛なことやってるなーっていうのをね、まあ、ちょっと改めてね、感じながら、いやーなね、週末を迎えているところでございます。はい。ということで、まあ、ちょっとね、最後はね、愚痴になってしまって、大変申し訳ないんですが、まあね、今日も明るく楽しくやっていきたいなと思います。はい。ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様でございます。